はい、というわけで皆さんどうもご無沙汰しております。サヨンジでございますけれども、今日はお知らせがありまして動画を回しております。まあ、そのお知らせっていうのがタイトルにもある通りですね、一日社長になるということで、まあ、大阪を走る私鉄水間鉄道さんとありがたくもコラボレーションさせていただきまして、まあ、西園寺鉄道がね一日限定で開業するということになっております。いや、さすがにね本当に社長になったというわけではないですから。はい、じゃあこれから列車大増便1時間60分走らせますとかね、そういうことを言う権限というのはもう全く持っていなくてですね、イベントを開くということになるんですが、まあ、ぜひ来ていただきたいということで、これ日程が7月17日の土曜日ですね。この日の10時から17時までの間っていうのは運賃が無料で開放されることになっています。いや、これとんでもないことだと思うんですよね。なかなか僕も鉄道会社のイベントに参加したことあるんですけど、運賃が無料っていうのはね本当にあまり聞いたことがありません。10時から17時までの間っていうのは、まあ、改札口がですね開放されまして、まあ、営業列車っていうのが無料で乗り放題になるわけです。でこれも水間鉄道の社長さん、それから社員さんともお話しさせていただきまして、まあ、数ヶ月協議を重ねてですね、ありがたくも運賃を開放していただけることになったということ でこの鉄道運賃が全線無料になるっていうことがイベント内容の一つ、それからもう一つはですね、この日しか走らない臨時列車っていうのが4本設定されています。水間鉄道って全てが種別普通列車で走っているんですけれども、この日は特急列車が走るんですね。南海本線の貝塚駅から水間観音まで約5キロ伸びているんですが、そこをですね途中停車駅一つも止まらずに運転する、そういう列車っていうのが設定されます。でこの4本のうち2本にはですね、まあ、僕が乗務させていただきましてすいませんという感じなんですが、車掌さんをねこう僕がやると。いや僕ね小学校6年生のねあの卒業アルバムで確か運転士になるのが夢というふうに書いたと思うんですが、これほぼね四捨五入で実現できてしまってるんですよね。そう、車掌さんになるということ でこれがイベント内容の2つ目なんですが、3つ目は水間鉄道の車両基地がね無料で開放されます。でこの車両基地には1編成ですねこうずっと開放されている車両っていうのも止まっていて、でその中で運転台が開放されていたり、また車内でねマイクを使ってアナウンスをすることができたり、それから扉の開け閉めですね、こうボタンを押してプシュガルガンみたいな、それを体験することができる、そういうコーナーも設けられていて、まあ、夏なんで暑いですからね、まあ、休憩スペースとしても使えるようにということで冷房が効いた車両っていうのが開放されていると。鉄道ファンにとったらねこんなことなかなかないと思うんですよ。運賃もね開放されている貝塚からこう、まあ、言うたら無料で列車に乗ってですね水間観音に行くと、さらに車両基地もねこう開放されていて、まあ、体験することができたり、あとはその周辺ですね食べ物等の販売っていうのもありまして、またグッズのね販売っていうのも行われる予定になっています。この先ほど言った特急西園寺号、これに乗車する際にですね、まあ、グッズを買っていただきまして、そしてそこに整理券がついてくるという形になっていまして、まあ、そうすることで、いやこれだけね本当すいませんという感じなんですが、僕が乗務する列車に乗車していただけるということになります。まあでもそれ以外には基本的には無料ということで、水間鉄道さんに頭が上がらないんですが、まあ、僕が言いたいのは、まあ、関西にお住まいの方でも水間鉄道にねこうまだ乗ったことがないという方も多いと思うんですよ。だからぜひねこう、まあ、西園寺鉄道と名前入ってますけど、もう僕のこと全然興味ない方とかね鉄道ファンの方ならとても楽しんでいただけると思いますんで、まあ、よければですね7月17日10時から17時は、まあ、こういうイベントが開催されて臨時列車も走るということでですね、まあ、時間内であればねもう出入りも自由で、まあ、写真撮影動画撮影等も、まあ、お客さんのね他のお客さんに迷惑にならない限りはぜひぜひどんどん撮影していただいて OK ということになっておりますんで、よければ足を運んでいただけたらいいなというふうに思っております。夏休みの方もそうじゃない方もいると思いますが、関西の方はもとより、例えばねこう7月大阪に来る予定があると何をしようかなという方はね、いや水間鉄道に、いやこんな機会本当にないですから、よければ足を運んでいただければね本当に嬉しく思います。まあ、その10時から17時の間については僕はね基本的に水間鉄道沿線におりまして、あの臨時列車の乗務、それからあの終点の水間観音周辺で、まあ、例えばねグッズを売ったりだとか、まあ、そこにずっといると思いますんでね、まあ、僕もその YouTube を始めてからいわゆるオフ会というものを開いたことがないんですが、まあ、この時間に行けば僕が絶対にいるっていうことはね本当にやったことがないんですが、まあ、それが初めてで、まあ、今後こういうことをするかどうかっていうのはわからないので、まあ、僕もねかなり楽しみにしております。水間鉄道の沿線っていうのもすごい魅力が多いので、それも含めてねこう車掌さんとしてちょっとね、まあ、普段水間鉄道ワンマン運転ですから放送がない中で今回はねやらせていただけるということで、ちょっとたっぷり考えてありますんで、ぜひ楽しんでいただければなというふうに思っております。でこの今喋ったことについて、イベントの内容の詳細についてはあの水間鉄道さんのホームページの方に上がっておりまして、これを動画の概要欄の方にですねリンクを記載しておきますので、まあ、そこから飛んでいただいて確認していただければいいかなというふうに思っております。
でそれからイベントについてですね、些細なことでもいいのでちょっとなんかこう質問したいとお問い合わせがある方は、メールアドレスの方もですね概要欄に記載しておきますので、そこからご質問については受け付けていると、そういうことになっております。というわけで今回はですね一日社長ということで水間鉄道さんと西園寺チャンネルをコラボさせていただくと、そういうお知らせの動画でした。もちろんね予定等でご都合が合わないという方もいらっしゃると思いますんでね、そこについてはしっかりといつも通りですね YouTube に動画を僕は投稿していきますから、夏にかけてですね鬼ごっこ第2弾もすでに取り終えております。それも含めましてイベントと合わせてですね楽しみにしていただけたらいいなというふうに思っております。はい、というわけで長々と申し訳ありません。この動画はここまでご視聴いただきましてありがとうございました。最後にね西園寺鉄道のあのプロモーションムービーが完成しましたんで、こちらでお別れです。ご視聴いただきましてありがとうございました。